教えて井上師匠、日本のこと、福岡のこと。今日は、前回明石元次郎閣下についてお話を伺ったということで、今回はより詳しいところについてお話を聞いていきたいと思います。アシスタントは佐伯ジャパンの佐紀です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。井上師匠です。前回まずは、明石元次郎閣下について、全体的な、活躍ぶりというのをお聞きしたんですけれども、その具体的に、例えばもしこの明石元次郎閣下が日本にいなかったらというか、この今回の日露戦争のこととかに関わっていなかったら、その後日本がどうなったかなっていうのがちょっと気になってですね。いい質問ですね。というのはね、まずは明石元次郎閣下がね、一人で行ったでしょう、はい、でこれを普通の人ができるかなって。いや、できないですよ。もう怖いですもん。だって単純に他の人がやっぱりいろいろたくさん能力のある人いましたから、でもここまで弾力がある人が行ってなかったら途中で潰れちゃったかもしれないですよ。もう一応その、体力面とかでもし、気力ですね、精神面ですね、潰れちゃうところで。でね、その当時の世界ってこれなんですよ、はい、でね、日本がここにあるでしょ。ただ東南アジアはフランス領、イギリス領で、スペインがフィリピンがアメリカ領、インドネシアオランダ領、これみんな欧米列強が植民地にしてたんですよ、でロシアは南下しまして満州を取ろうとしてました。で日本がかろうじて、日清戦争、1894年から95年の日清戦争で朝鮮半島の、支配権というのを確立し始めた頃だったんですね。まだ確実に支配してるわけではありませんで、清国の属国である朝鮮を解放したという段階のところなんです。でそれがずっと来てまして、こうなります。ロシアとしてはアメリカ、イギリス、オランダとかフランスとかがね、各国の、植民地持ってるのに俺ないやんって、だから俺も欲しいやんっていうことでこっちに下がってきたんです。でそうするとここまで来ると朝鮮半島取られちゃったら、この福岡と釜山って大阪の 2.5 倍ぐらい近いですね。近いですね。だから日本もやばくなるじゃないですか。だからここをなんとか防ぐために戦うを挑むんですけども、挑んだんですけども、もし明石元次郎がこれの反対がヨーロッパの方でそういう内乱を起こさなかったら、軍事的にはなんとか前線をしてましたけども、日本いかんせん小さな国ですよね、はい、一人一人の兵隊さん強かったんですけども、戦争を続けることができなかった。最初は良くても、それを長期的に見た時にどうしても厳しくなるのが見えてたんですね。そうで、この時にアメリカにはね、金子健太郎という人が行くんですよ、はい、でこれまた福岡の人でね、その金子さんもですね。そうで、高峰常吉博士、高ジアスターゼを発見した人なんですけど、はい、アメリカにいて2人で全国暗揚しながら、アメリカを親日の国にしよう、当然アメリカから見ればロシアからの移民もたくさんいるし、白人の国でしただったんですから、黄色人種なんか味方してくれないわけですよ。でもこんなに素晴らしいよってやってずっと全米を各地スピーチをしてもらって親日国というのをアピールしていくんです。でそういうのがありまして、でここ行ったストックホルム、これスウェーデンですね、ヘルシンキで今ストックホルムに行くんですけど、これがスウェーデンのストックホルムに、クリの公使という人たちとロシアと戦争が始まるとみんなに出ていくんですよ、はい、当然交戦国同士ですから入れないんですね。だから、ロシアからストックホルムに行きます。そうするとね、たくさんの人がね、駅にいるわけですよ。駅にですか。で国王までいるわけですよ。で誰が来るのかなと思って行ったら、なんとその国王をはじめそのスウェーデンの人たちはね、日本の公使たちが来るということでお迎えしてたんです。これ分かります、なんでこんなことするのか。なんでですかね。そのすごい小さい国、日本はすごい小さい国なんですけれども、その勇敢さというか、っていうよりもね、スウェーデン自体がいじめられてたんです。いじめられてたんですか。そう、ロシアあんまり大きくて、はい、で傲慢だったんです。で周りの国、小さな国をいじめてたんです。だから周りの国はみんな嫌いだったんです、ロシアのことを嫌ってたんですね。ところがね、小さな国はロシアに対抗できないじゃないですか。だからもう歯がゆくてたまんなかったのに、
ロシあの 東洋の、ね、小さな国がね大国ロシアに戦争を仕掛ける、うーん、わーすごいなと。確かに。だから私は何もできないけども気持ちだけは分かってくださいと言って国王が国の公使たちを迎える。この国の新一郎の栗野さんも公使も福岡の人なんです。福岡の人いっぱい活躍してるんだけど本当ね誰もね覚えてないというかねもう忘れ去っている。おかしいなと思うんですね。だこういうところをまず知ってね我々の郷土の先輩たちって本当に活躍してるんです。本当ですよ。だから日露戦争は福岡の人が活躍してなかったら負けてたかもしれない。負けたらこの地図の通りねもう朝鮮が取られて九州から、特に我々九州人は今頃ねロシア語を喋ってたかもしれない。スパシーバとかねもうこんにちはとか言わないわけですね。ニットとか言いながらねもう言ってたかもしれない。へー、そう思うともうそれを思うとすごいでしょ。いやすごいですよ。だからこちらの方で戦ったんですよ。例えば有名なところで言いますと203高地、ね、乃木真典が旅順公要塞を落とすんですけども、その時にたくさんの将兵が亡くなるんですね。で、左巻きの学者たちはいっぱい犬死にをしたって言うんですけども、これはねもう同じような要塞がヨーロッパにもありましたね。セバストポリというトルコですけども、セバストポリというのがあって、そこをイギリスとフランスの連合軍は6ヶ月かかって戻さなかったんです。ところが日本はそのセバストポリよりももっと強大な旅順公要塞を1ヶ月落としちゃう。だからもうヨーロッパとかがびっくりするわけですよ。ですよね。俺たちがあんなやっても落とせなかったのに、なんで日本が落とせるんだろう。でこれもね司馬遼太郎なんか書いてるその坂の上の雲では間違いがあるんですけども、うん、なんか日本軍はね、突っ込めとか言いながらねわーっと言ってバタバタ機関銃で倒されるとありますけども、そんなことはないんですね。1平方メートルあたり陸軍史上最大の量で、うん、砲弾を打ち込むんですよ。打ち込む、うん、打ち込むけどそのセメントの量が多すぎて、はい、全然びくともしなかった。だから一つ一つ落としていくしかなかったんですよ。でそれをね着実にやるんです。その時に日本軍がすごかったのは誰のための戦いだってやった時に、自分たちの国の戦い、存亡をかけた戦いだから一人一人が自分の命を投げるって祖国のために戦うんですよ。だから日本軍が強かった。でこういうのもねちゃんと知ってほしい事実ですね。で、この明石元次郎がねこんな少年時代こんなあどけない顔してますけど、見たらわかるけどね結構やんちゃな顔してるんですよ。で目がやっぱりこう生きてますよね。確かに、うん、写真この白黒の昔の写真ですけれども、そこからでもやっぱ伝わってくるくらいなんかすごいこう生き生きとした目をしてますよ。めちゃくちゃ元気が強くてね、うん、でもう知恵が働くわけですよ。この知恵が働くからこそすごいんだけども、さっきも言った胆力の塊、つまりもう堂々としてるわけ。どんな状況でも堂々としてる。自分がしなければいけないことは集中してやるっていうことなんですね。じゃあどんなことしたかというとですね、ちょっとこれかな、さっき反帝政ロシア勢力をまとめ上げたと言いますけども、はい、スイスの商人から小銃5万丁ですよ。ライフルですね、はい、ライチ 5万丁買い上げて、でペテルブルク、それからモスクワ、ペテルブルクってレニングラードですね、うん、それからヘルシンキなどに今日送り込むんですよ。で武器を送り込んだらそれで武器をやるじゃないですか。でペテルブルクで東急前で あっちは冬の宮寒いですから、はい、南の方に行ったり北の方に都がある王宮があるんですけどね、東急前でガボン神父が市街戦を引き起こし、ヘルシンキのロシア帝国の、官邸を占領してフィンランド国家を挙げるんです。うーん、これ何かってフィンランドって国はなかったんですね。あ、なかったんですか。ポーランドって国もなかったんです。だからロシアからもう占領されてるから。あ、だからその時はもうロシアという国としてあったんですね、うん、だから何とかしたかったからフィンランドの国旗をね奪い取ってフィンランド国旗を上げるわけです。まだすぐ引きずり下ろされますけどね。でもそういう行為がやっぱりフィンランドの人からとってもね、やっぱり自分の国がなくなってるわけだから、その時に自分の国旗が上がったらもうそれはもう感動もんなんです。嬉しいですよね。嬉しいんですよ。だから今日本の国旗がねすごくないがしろにされてる。そうなんですか。だからなんでですか。いやもう反日の人たちがいて、戦後ね日本の国旗は軍隊の象徴みたいみたいなことですごく、あ、よく旭日旗はね韓国の人が文句言うじゃないですか。
あれと一緒に、ああいうのがずっとあったんですよ。そうなんですか。ただ、シャチェンたちの今はね、サッカーの日本代表が日の丸つけてるじゃないですか、はい、あれで当たり前だったでしょ。だからサッカーを応援するとき、ワールドカップなんかでここに日の丸のペインティングしたんです、はい、普通にするじゃないですか。僕らが小さくなかった。そうなんですか。日の丸をつけておくと軍国主義だとかね、そう右翼とか言われてね。でもそれでもつけてましたけどね。そうなんですね。そんな時代があったんです。やっと今国旗が当たり前になってきた。で、国旗が当たり前になってきたから韓国は今旭日旗に文句を言ってるんですでもこれも堂々とつけとけば ね、 そうですね。もうこれ当たり前になってきて、海外旅行って必ず旭日旗をこうつけていくんです。そうなんですね。変な人寄ってこなくて麻薬になるんですよ。麻薬なんですね。で、こういうふうなね、紫外線がこう来たりするんですね。で、バルト海のですね、コーカサス地方だとかモスクワのポーランドなどに蜂の巣をついたように、みんなね、政府に対してもう生活苦しいし、自由もないし、もう不満持ってるんですよ。でも誰かしてくれないかなと思った時に、そういうのがパンと、あ、ちょうどいいやってことで暴動がわーっと起きるんですよ。で、それを軍隊で鎮圧するんですけども、その象徴的な事件がこれなんですね。血の日曜日事件っていうのがあってね。で、ここにこう民衆がいるわけですよ、はい、普通はね、軍隊っていうのは対外的なもの、警察が対内的なものをやるんですね。ところがこの時はですね、コサック兵を使ったんですよ。で、コサック兵ってすごい勇猛な兵隊なんですけども、はい、白人じゃないんですね。どっちかというと我々と同じような黄色人種に近い。で、この人たちはいつも差別されてるんですよ、白人から、はい、で、その人たちが政府の命を受けて、民衆がいるわけですね。白人のロシア人がいっぱいいるわけですよ。そこに向けて鎮圧をするってなるわけです。ただ今までずっといじめられてきてるんですよ、うん、で、今度政府のお墨付きをつけてね、もらってね、じゃあ白人を制圧するなるわけですよ。ただ構えてやるじゃないですか。で、もしこの人たちが白人の同じロシア人の、うん、兵隊だったらば、やっぱ鉄砲を躊躇するんですね。同じ白人同士ですもん、ね、そう、同じ親戚かもしれないし。でもこの人たちは人種も違うし、今まで散々っぱらいじめられてるわけですよ、うん、用意だったらこうやるじゃないですか。撃てたら注射がバンと撃つわけですよ。そしてこの民衆がバタバタと倒れる。だから血の日曜日事件って言うんですよね。これでロシア軍という、本当は軍ってのは国民を守らなきゃいけないのに、国民を守るべき軍が国民に発砲したわけでしょ。そしたらね、もう軍は信用できないということで、もうロシア全土でうわーっと、もう革命が起きていって、第一次ロシア革命になっていく。あ、じゃあこれがそのきっかけの一つ、ね、きっかけなんですね。怖いですよね。で、その時にできたのがこれですよね。先ほど言いましたように、前回言いましたように、第二次ロシア革命で達成されて、レーニンがレーニンが、ね、出てくるソビエトを作るんですけども、レーニンはね、明石元城に感謝状を送りたいって言ったんです。で、これがね、長い間本当かどうかが分からなかったんです。あ、そうなんですね。たまたまレーニンのね、娘かなんかが日本に来てて、このずっと後ですよ、来てて、で、私はレーニンの娘ですかなんか言って、明石元城探してるんですよっていうのを聞いた人がいるんです、うん、でもその時すっと流したの。でもこのこと後で聞いて、あれ本当だったんだっていうことでね、すごい残念だったという逸話がありますけども、だからレーニンさんがやったというのは社会主義革命をやるんですけどね、うん、で、それが世界にとって良かったのか悪かったのかって言ったら、社会主義国家で成功した例が一度もないんです。あ、じゃあ、世界的にはその、決していいとは、言えないような仕組みだったっていうことですかね。さっき生まれる前だと思いますけども、東西冷戦で知ってます。あ、冷戦、はい、ね、アメリカとソ連がね、いがみ合ってたんです。で、こう核兵器の軍拡競争をやってたんです。で、それが、ソ連が潰れたことによってアメリカが一極になるんですけどね、うん、この頃チャイナがこうずっと上がってきてて、今度は今米中戦争があったでしょ。で、やっぱりアメリカ勝ってもらった方が日本としては都合がいいんですね、うん、でもこっちが勝った方がいいやっていう勢力もあるわけなんで、ここら辺が難しいところなんですけども、やっぱり今の自由な世界を作るためには、やっぱアメリカと仲良くしてた方がいいなと私は思ってます、うん、で、
このレニーさんがあのやってたことをあの明石元次郎が助ける、そしてあのロシアが社会主義国家になるっていうのがあるんですけども、その戦争が終わって今度は、明石元次郎がです、ドイツの駐在部官になるんですよ。ドイツの駐在部官、うん、だから今度ドイツの国内で反帝政ロシア、あの反帝政ドイツ帝国のね、あのなんか活動されたら困るでしょ。確かにそうですね、自分の国が、まあ、自分が自分の地位が危なくなるからね。ですよね。だからそれでこの人は明石元次郎が駐在部官として一切動けないようにしたんです。駐在部官なのに、駐在部官として動けないように、うん、でその時言った言葉が、あの男をこのドイツで野放ししてはならないと、いつこのドイツで反政府活動の火の手が上がらないとも限らない、なぜなら彼は一人で満州、大山満州、満州軍20万と同じ働きをした男だから、むちゃむちゃ怖がる。ある意味、まあ、褒めたたえてる分でもありますよね。そのこのね、ウィルヘルム2世ってのはね、オーカロンって知ってるから、はい、オーカロンってのはね、あの黄色いね人種がね世界を席巻するみたいなね、そういう、もうものすごい人種差別なんです。ああ、そうなんですか。ただしね、この人はちゃんとあの人物を評価する人で、北里柴三郎博士という、はい、あの世界の細菌学者やりましたよね。あの人があの世界の細菌学者としてバンと出した時に、このウィルヘルム2世めちゃめちゃ人種差別主義者ですよ。でもあの人に対してプロフェッサーですね、プロフェッサルという称号を与えるんですよ。外国人に対して、特に黄色人に対して初めて与えるんです。外国人に対しても初めてだけど、ましてそれが黄色人種に対して初めて与えるんです。でこの明石元次郎もきちっと怖い男だってちゃんと認識できてるんですね。そういう人がここにいたんです。でそれによってあの明石元次郎は何にもあの、ね、仕事ができない。だから仕事ができないから、しかも日本に帰るでしょ。でやっぱりそうずっと諜報活動してますから、元の軍人の連隊長とか師団長とかね、やってもよくわからないわけですよ。ずっと叩き上げの人じゃないとね、諜報活動ばっかりしてますから、はい、それでね冷や飯を食わされるんです。その時に朝鮮総督だった寺内正武が呼ぶんですね、はい、憲兵隊長として、でちょうどそれがその時期がね、朝鮮 の、日露戦争が終わって朝鮮併合があるんですよ、1910年、その前後なんですよ。つまり、朝鮮の人たちが日本に併合されたいという人たちとされたくないという人たちがいたんです。でされたいという人が多くて、国会でちゃんと議論をして日本に統治してくださいよってやるんですよ。でもされたくないという人たちもいるわけですよ。で俺たちの恥になるから、でその人たちを弾圧っていうか、抑え込むんですよ。で今度自分がそういうことをやってたでしょうか。だからどこで何をするかって大体分かるわけです。あ、なんとなく予想がつくわけですね。そうそう。でそれでちゃんと事前にこうやるんで、大規模な弾圧行動じゃなくてちょっとしたこう抑え込むの簡単にできちゃって、でまたまたその時はね、あの 反日ってのはねいましたけども、数は少数派なんですよ、うん、ほとんどの人があの李氏朝鮮だった、あのイーってね、はい、リシってあるでしょ。この王朝に対してみんな反発持ってましたから、もう為政者を信じられなかったから、日本にお願いしますという人が多かったんですよ。で日本が統治を始めたら生活がどんどん良くなるから、あのすごくあのほとんど良かったんだけど、一部の自分の今特権を奪われた人たちは反発してるわけですね。でそれで、それが今度戦後になりまして、もうこの明石元次郎がいたから俺らは、飲み込まれてしまったんだと思って、明石元次郎がめちゃめちゃ嫌われるんです。あ、そうなんですか。それでね、戦後の中において明石元次郎の功績が一切表に出てこなくなって、これだけすごい人なのに作者も全然知らなかったし、こっちにいるスタッフだって今度明石元次郎の話するよって言ったら、誰ですかそれ。日本でね嫌われてる、韓国から嫌われてる人ってね、一番あの有名な人が秀吉なんです。豊臣秀吉ですか。あの朝鮮出兵したでしょ。あ、だからすごい嫌われてるんです。あ、そうなんですか。それからこの明石元次郎、あもう一人誰だと思います。もう一人、いや、これは最近の人ですか。いや、最近明治の人ですよ。明治の方、うん、いや、みんなね、お友達になりたいんです。たくさん、どうせならたくさん来てほしいんです、その人に。誰ですかね。いや、だお札にね、一番ない、大きなお札何書いてある。
福沢諭吉。そう、福沢諭吉。あの人はあの脱亜論って書いてね、こんなところと付き合うなってやったもんだから、韓国からめちゃめちゃ嫌われてる。もうだから韓国とは付き合うなっていうふうに表現したんですね。あの人はやっぱキム・ギョッキンとかね、一生懸命改革派の人を応援したけど、向こうは殺しちゃうんですね。でそれでこんなところとは付き合うべきじゃないってやったもんだから嫌われる。だから秀吉と明石元次郎とそれから福沢諭吉っていうのは韓国から嫌われてるんですよ。でそういう人たちは今学校でも教えない。確かにその豊臣秀吉と福沢諭吉に関しては確かにまあすごいなんか身近な人物に感じるんですけど、この明石元次郎閣下だけはそもそものなんかその知名度から全然、ね、違ったのに。そうだからね、なんかその例えば映画とかしますとね、明石大佐ってやるんですよ、うん、でこの明石大佐の役ってね結構ねハードボイルドの人が多いんです。本当でかっこいい人だからね明石元次郎でウィキペディアで調べていくとその映画とかこう、はい、出てくるじゃん、出た映画、そういうの俳優を見てください。みんなね孤独でニヒルでかっこいい人だったんですそうなんですよ、うん、だからね、今回誰がやるかなっていうのもまた言う、あれなんですけども、この明石元次郎の、やっぱり半生っていうか一生というのはね、やっぱり集中力、胆力、そしてねやっぱり祖国のためにどう尽くすかということを一生懸命やった人だということがよくわかります。そこ誰が書いてある？すごい。誰？中谷達也さん。そう。原田芳雄さん。あ、そうそう。原田芳雄がね、これ何の時？NHKドラマのポーツマスの旗。あ、そうそうそう。1981年。原田芳雄知らないよね。生まれてないです。ですよ。今回2回に分けて明石元次郎閣下についてお話を伺ってきました。私自身全く本当明石閣下について知らなくて、こんなにこの日本の今を作ってる方が福岡出身の方っていうのを本当に知らなくて、これから この日本の動きというか日本に起きることに対してやっぱり過去の偉人の方たちがどういうふうに動いてきたかっていうのを改めてこう振り返って、それを生かしていくっていうのはすごく大事なことなのかなというふうに思いました。教えて井上師匠、日本のこと、福岡のこと、チャンネル登録お願いします。曇り今も残し